くらい上げます。いきます。伸びたくない？なんかアニメのキャラクターとか出てきそうな漫画のキャラみたいね。漫画のキャラみたい。別にそんな。いや、そういうわけではないんですけど。みたいな。あ、はい。みたいな。能力ありそう。固めにね、もう固めに何かを秘めて。最高にいる。今日はちょっと朝ごはんを マカロンか中華そば。マカロンはね、またあのチュンカロン買いました。つけ麺です。ラーメンつけ麺、僕イケメン。食べるか。強烈。
これか、これだ。ほぐれろほぐれろほぐれろ。これいいんで、さっきねマカロニ食べたんだけど、マカロニとこういうの太っちゃった。残す可能性大ですね。残したくないので残しませんけれども、はい今日朝がっつり食べて、お昼とかはあんまり食べません。てか多分お腹すかない気がする。おおお、え、これどこに入れるのが正解に、こっち？こっち？わからない、わからないんだが、つけ麺ってさ、え、こういうことよね。いただきまーす。朝からつけ麺食べる人いるんや。なんか煮干し、魚介の香り、魚介すごい。ニンニクがあるんだけどさ、ニンニクはどこに入れるんやろうと思ってて、スープかな、つん中か、入れちゃうぞ。
ぱニンニクないとね。わーい、ニンニク、ニンニク、ニンニク。おう。一気に焦がしニンニクの香りが。うん、ね、ニンニクってめっちゃ元気になれるんだよ。嫌いな人とかいるんかね。今日もね、頑張らないと。今日はね、あの今日のレッスンはあれです。あの最後の PR のやつです。ドレスを着ます。でも一人だけです、一人だけ。ねえ、本当に敵公演一回は見てもらいたかったけどね。
ウスターリバイバルで公演、あーいいね、ほんまにそういうのがあればいいけどね。あ、スイカのハートクッキーありがとう。ゴゴリバゴリバイバル、あーゴゴリバね、ゴゴリバは多分ないと思う。あれはないんじゃないかな。うん、ネズミさんにまた来てもらわないと。昨日ね、あれではタワレコ行ったよ、福島の。トワレコードさんに行ってきました。書きました。なんかメンバー専用のペンがポスターにサイン書いてきました。そう、メンバー専用ペンって書いてあるやつがあって、ってなった。そう、昔の写真がいっぱいある、恥ずかしい。でもまた全然違うよ。今日はじゃじゃーん、今日の朝の友はカルピスソーダ、修復の時間青リンゴ、美味しいかね、美味しい。これカルピスソーダとか飲むことないわ。
わめっちゃ微炭酸。すごい薄い青りんご。炭酸はあ苦手ではあるかも。シュワシュワするのちょっとあんまり得意じゃなくてってなるけど好き。このスカッと感とかがすごい好き。やっぱり夏とかさ暑くて、暑いところにキンキンのあの炭酸飲んだ時はもうスワッスワッなってうっってなるけど、アジダイル飲みます。グッドバイデイライトやりたい。モンスター炭酸だよね。好き、超好き、もう分かんないくらい好き。好きって言って好きって言って、他に何もいらないからねえ、好きって言って忘れないように。一人暮らし始めたの？いや始めてないね。なん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 。チクタクですね今日ね。なんか今日特に美人に、あ。まあどうしてかしら、嬉しいわ。お昼の予定、今日はでもないな、あんまなんかそういうの。もうあれです、今日はブロッコリーと鶏肉を持っていこうと思ってお弁当で、ママがさっきやってくれました。漏らすことなくカレーめちゃめちゃ。あ、何食べるんですか？なーに食べるの？マイメロに教えてみ。ユーストラガフのめっちゃ美味しかったよ。なんかよく味はよく分かんなかったけどもでも美味しかった。バッチグー。
昼はつけ麺痛くなった。おお、私が食べたからかな。でもそのなんか細切れのさ、お肉とかが入っとったんやけど、それが美味しかった。まあお肉を私に与えとけば正解ってとか。そうそう、半端なら敬語、ふわふわしたいならどうぞ、開演準備しちゃおうか、泣いても笑っても愛してね、ほら say no、 敬語響かせろ。なくていいことあるでしょ、ノリノリの僕のお腹の肉、超怖いしかもひらがなのが超怖い。心配ないや。作ったうちさん、バナナキャイを、ふわふわしたいならどうぞ、開演準備しちゃ、このね、この曲のさ、ここの高い部分あるじゃん、泣いて前で前してないところを、裏声にならずに地声で限界まで言うって。歌とかさ、やっぱ裏声にするとこってあるじゃないですか。そこをもう裏声にせずに高くても自力で地声で出すっていうのゲームをしてました、ひなと。もうめっちゃってなるやつ。あ、まあほとんど私がやるだけなんだけど。いい日やったね、ありがとう、エチペローさん。フーサハートありがとうございます。え、きつい。何が分かりやすいかな。あ、男の人とかだったらさ、愛を込めて花束をのところあるじゃん。あそことかさ、めちゃめちゃきついと思うよ、思うよ。あ、沈むように溶けてゆくようにとか、もう多分男の人だったらきつい。女の人でもきつい。みんなもね、みんなにもちょっとやってみてほしい。大げさだけど受け取ってこの心聞かないでよね。声低い人はもう、え、11分やん、びっくり。ありがとう、教えてくれて。え、それな、カラオケ行きたくなるよね、それな。チュリーンなってかわいい、ありがとう。
るせーの響かせろはい、ではちょっと今日の配信は終わります。チックタックとなる世界だよなんだってさ、今日頑張ってね、今日も一日ね。13イカシさん、12ズームレンジ、31ロコボコさん、10位ムネキンギガさん、9位焼きそばさん、8位フッさん、7位がナオナオさん、6位がハルタン、5位しまかぜさん、4位フーさん、そして第3位がヨシさん、ありがとうございます。第2位がモーさん、ありがとう。そして今日の第1位がポンタン、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん配信見てくれて、今日も一日頑張っていこうね、頑張ろうね。私も今日はちょっといろいろやばい、頑張らないと、倒れないように頑張っていきたいと思います。自分に負けないように頑張っていきたいと思います。はい、では皆さんお互いに頑張っていきましょう。今日も配信見てくれてありがとう。頑張ります。またねー。